紹介してるんだ本当にこんなに大勢の皆さんが来ていただいて感謝感じですね。遠いところですと千葉からね、秋山光夫さん、来られなかったのはどなたなんですか、直塚朝子さん、黒川芳子さん、竹道芳恵さん、お二人都合で途中で来られなかったらいらっしゃる。私の大学の同期生で松田総一さんとか岡瀬君とその奥さんです。名前だけの職員でしょうね。私のハーモニカ教室の生徒さんで大塚優子さん、斉藤さん、本当にオールさんって呼ぶんだご友人と奈良本恵子さんを鈴村よしこさん、曽根陽子さん、辻井恵子さん、室井久子さん、細井雅治さんと奥さん、それから武田のりこさんと、それとダンス仲間が何人かいらしてますね。ピアダンスの永田愛子さん、浜田さん、まだいらっしゃるんですか。はい、でそうですね、ありがとうございます。私メモだと載ってないので超送られてるので嬉しいですね。それからね、私フォークダンスもちょっとやったんですよ。大阪はこれ和子さん、一子さんね、そうですよね。3名の方いらっしゃるんですね。だから有田さんがいらっしゃるんですよ。からあと西村さんもあしていらっしゃる。昔あの前あの杉並文化推進で森友賞やってましてね、その事務局をやっていた西村さんで、ものすごい顔も広いんですね。それからまああのまだまだハーモニカ仲間は飯島昇さんいらしてますね。あ、どうもありがとうございます。お久しぶりです。中野からね、いらしてます。車椅子で、はい、今は来ましたね。どうもありがとうございます。それから竹下信彦さん、ね、竹下さんとは初対面はここの砂防公園でお会いしたの初対面でしたね。水難区社会福祉協議会のボランティアセンターの広報委員で草間さんいらしてますよね。それからお友達が多くて唐谷さん。あ、どうもありがとうございます。ちょっと、ね、紹介してない方何人かいらっしゃると思うんですよ。ありがとうございます。こんなに大勢の方が来ていただいて嬉しいです。で紹介は一応終わらせてもらってね、休憩前の最後の曲の解説はまた高山雅史君の随走でしたいと思います。じゃあ、静かに。青山さん、これだけいつもね、マイクでやらない人、聞こえるでしょう、一緒に聞こえましたもんね。すごい声で声優ですよね。